はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。4月5日ベトナムはダナンから国内線でホーチミンに着いたところです。今国内線から国際線へと移動しているところです。この後いよいよカンボジア、プノンペンということで、今回の旅のメインとなるわけですけども、もうベトナムね、すごく最高でした。特にダナンという街がとても良くて、さらにですね、坂田さん、佐々さんのご夫妻にお世話になりまして、もうずっと喋り通して、そしてインスパイア受けまくりでですね、めちゃくちゃいい旅になってるんじゃないでしょうか。そしてこれから音楽の授業で仲間たちと合流するわけですが、さあどんなドラマが生まれるでしょうか。また後ほど。はい、カンボジア、プノンペンに到着しました。ベトナムも最高だったんですけども、いよいよここから第2幕というところですね。日差しがめちゃくちゃ暑いです。東南アジアですね、最高ですね。で、このホテルに到着しまして、これすごい立派なホテルなんですけども、屋上にプールとバーがあります。で、今回のですね、主役、言い出しっぺであるドラマの榊さんと早速合流しまして、ビールを飲みながら、いろいろちょっと話をしていました。で、今回はですね、趣旨はカンボジア、このプノンペンでですね、3カ所で、ジャズライブをするというところですね。そのうち1カ所は普通の、ライブハウスでのライブになると思うんですけども、1カ所はですね、郊外のある会社の従業員向けの演奏というふうに聞いています。で、もう一箇所はまだ郊外のですね、孤児院というところで、子どもたち相手に50人ぐらいいらっしゃるそうですが、そこでちょっといろんなワークショップをしつつですね、交流を深め、演奏を届けるということのようです。僕もそんなにね、詳しくは聞いてませんし、ミュージシャン3人ですね、ドラマの榊さん、ピアノの阿部さん、でボーカルの轟さん、女性の方ですね。で、今いろいろ決めてると思うんですけども、僕はそこに対して支援をさせてもらうと、金銭的な支援をさせてもらうということでした。思えばですね、その話を榊さんから持ちかけられたのがちょうど去年の12月ですよね。ちょっと相談したいことがあるんですけどと、福岡に住んでいますので、ちょっとお会いできませんかという、なんかそういう話を前聞いてたんでですね、なんかあるのかなと思って、いいですよと思って、お話を聞いてみました。で、もちろんですね、出してください、はい、そうですかというわけに向かなくって、話をしっかりと聞いて、僕が面白そうだなと思ったら積極的に、ただですね、お金だけ出して、はい、じゃあやってくださいというのは面白くないんで、僕も行きますよねって言ったら、ぜひぜひ、もうぜひそうしてくださいというところでですね、今回ついてきたっていう話になります。ちょうどその日にですね、メルセデス・ベンツの話になったわけですね。で、榊さんが、ベンツのね、柳瀬のディーラーさんを知ってるっていうんで、そうなんですか、ちょっと紹介してくださいよっていうことで、そのまま電話したら、今いらっしゃるということで、じゃあ今から行きましょうという。で、その行った先でですね、早速ベンツ契約してしまって、今に至るということですが、で、そうやって考えると、まだ4ヶ月なんですよね。4ヶ月なんですよね。普通ね、やっぱりなんか一つ大きなイベントとかですね、事業をするときに、特に音楽系ですね、僕も今まで散々やってきましたけども、大体半年ぐらい持ちますよね。特に海外ですからね、単純に日本で会場を取って人を集めてなんとかってするだけだったらですね、4ヶ月でもできると思いますし、そんなもんかと思いますけども、海外となるとですね、いろいろね、この先のことも分かりませんし、でもやっぱりそうなるんですね。なんかこれはもうなんかね、人生が加速してるということの象徴だと思いますけど、そんな感じでやっています。そしてですね、話だから来年の話もちょっと出てきたわけですね。来年もね、またやりたいと言われるわけですが、ただ申し訳ないんですけども、同じカンボジアもねですね、僕はそこで支援するのはですね、そうめちゃくちゃ変化があれば、それを考えなくもないんですけれども、なんかあんまり優先順位高くないよねと、その限られた時間とですね、費用を、できたらもっと別のことに使いたいと思ってるんだよねって言ったら、それは重々ね、分かっていますということで、カンボジアはカンボジアでですね、榊さんがいろんなネットワークを、通じてですね、どんどんやっていくと思うんですけれども、もしするんであれば、別の国がいいねっていうことでですね、じゃあ別の国ってどこかって言ったら、タイとかベトナムはなんかちょっと今更感がありますし、ミャンマーとかラオスもですね、カンボジアにちょっと似てるようなところですからね、なんとなく雰囲気的にというか、その地域的にですよ。じゃあインドかって言ったら、インドね、別でも結構行ってますもんねと。で、欧米もちょっと今更感もありますしって思った時に、アフリカって出てきたわけですね。で、アフリカいいねっていうことで、もうその場でもう決めました。で、アフリカといってもですね、西アフリカですね。で、西アフリカ、もちろん東とか南よりもですね、かなり行きにくいところですし、なかなか日本人の旅行者が気軽に行けるような場所じゃないんですけれども、西アフリカいいなと。やっぱりね、ドラマの榊さんはアフリカでね、やっぱりその
リズムで、その音楽の原点である、そこが息吹いている、根付いているですね、土地としたら、まあ、アフリカなわけですね。とりわけですね、イスラミックアフリカでもなくですね、その南の方の先進国のアフリカでもなくですね、ケニアとかエチオピアという東側でもなくですね、やっぱり西アフリカっていうのが全ての音楽のルーツだったりしますね。キューバの音楽、南米の音楽、そしてアメリカのですね、ブルースはじめ、そういった黒人音楽、やっぱりルース全部西アフリカにあるわけですよ。で、西アフリカ行きましょうとなるとですね、それだけお金がかかります。ミュージシャン自腹でっていうかに行きません。だから僕がね、きちんと出させてもらいます。今回のカンボジアのご支援に対してはですね、一応100万円ということでさせてもらってます。まあ、それでもかなりギリギリです、かなりギリギリです。僕の費用を抜いてますからね、100万円から。だから僕の費用を入れたら、まあ、もうちょっともちろんかかりますけど、まあ、それはともかくしてですね、100万円一応拠出させてもらっておるわけですね。でも西アフリカになると、もっともっとかかりますよね。となるとやっぱり100万どころじゃなくて、やっぱ200万とか300万とかですね、それぐらいの余裕をね、見る必要があると。で、それもちろん僕は積極的にですね、ご支援させてもらいたいと思うわけですけども、そうなるためには先立つもの、つまりお金が必要ということです。ただ僕はもうね、お金の性質が分かっています。何かというとですね、お金を集めるにはですね、2つの方向性があるわけですね。一つはですね、困ってるからやるってことです。例えば生活するためにやるとかですね、不安を解消するためにやるってことですね。つまり欠乏感から来るわけですよ。欠乏感からなんかね、やっぱりもちろん食べなきゃいけないんで、何もしてなかったらさ、お金なかったら、それはもう生命の維持できませんからね。それはやっぱりお金必要ですよ。でも、まあ、日本の場合はね、そういうフェーズにある人あんまりいないと思いますよ。もちろんそうじゃない国ではですね、まだまだ貧しくて食べるために生きてるっていう人もたくさんいると思いますが、まあ、少なくともですよ、少なくとも日本ではそういうことはないと思います。にもかかわらずですね、この多くの人はですね、その欠乏感によって、お金っていうものを求めているような節があります。だからリアルに借金を抱えてるっていう人もね、まあ、その典型かもしれませんけれども、でもなんか僕はね、なんかアホらしいなと思うところが一つあるわけですよ。何かというとですね、現状ってほとんどの場合満足してるわけですね。だって今日も食えるし明日も食えるじゃないですか。でも将来どうなるんだろうとかね、貯金たくさんしたいとかですね、お金なかなか使えないと。東南アジアにしてですね、ベトナムなんかでもやっぱ聞いたんですけれども、要はもうこれから経済発展どんどんしていくし、給料も上がっていくし、豊かになっていくんだから、持ってても仕方がないじゃんってね、今時期、この若い時期あるから、全部使っちゃった方がいいよねっていうマインドなわけですよ。で、そういうふうにみんながお金を使うとですね、本当に好循環で回ってくるわけですね。そしてどん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 経済成長もしていきますし、生活も豊かになっていくわけですよ。でも日本の場合はですね、そういうフェーズには少なくとも今は全然ないわけですね。多くの人がそういう将来への不安にですね、なんか苛まれてるっていう状況があるかもしれない。でもこれはですね、まあ、状況が違えども、メンタルは別ですからね、マインドは別ですよ。で、僕の場合はこういう日本に住んでいながら、10年後20年後は社会的にどうなってるか、決してね、明るいその東南アジアのですね、エネルギッシュな未来というのは描けないかもしれない。でも俺はどんどん豊かになるし、ワクワクしていくことをやっていくんだっていう、ことなわけですね。なので、今言った、もう一つ目のですね、お金を稼ぐマインドとしてはですね、まさしにワクワクに投資するってことです。ワクワクするわけです。東南アジアの人たちはワクワクする。だったらもう次の日またですね、お金がパンと入ってくるし、1年後2年後10年後ですね、豊かな人生というのが、想像できるわけなんですね。でも日本の場合はそうじゃないね、不安とかそういうね、心配というですね、幻想を勝手に作っちゃうわけですよ。だからこれ自虐ですかって言いたいんだけれども、そういう欠乏をですね、勝手に作っちゃう、欠乏を勝手にですよ、わかります、勝手に作っちゃうんですよ。でもそんなものないんですよ、不安とか心配なんてのは。でもし勝手に作るんであればですね、俺はワクワクとかね、明るい未来を作ってるわけですよ。で、未来明るいしさ、ワクワクしかない。どうせ人生もね、あとまあ何十年しかないわけですよね。で、お金も向こうに持っていけないですし、だったらこの人生さ、最高にね、楽しいことやったらいいじゃんと思うわけですよ。ずっと我慢してさ、まあ貯金しました、貯金しました。で、まあ1億円ね、我慢して節約して稼ぎました。でもその時90歳です。もう健康もあんまり良くないですし、あんまりうろうろしたいという欲求もありません。で、ご飯も本当質素なものじゃないと食べれませんで、いやそれもったいなくないですかと。もし今50歳であればですね、まだまだバリバリ現役バリバリじゃないですか。で、そういう時にあるお金を使った方が僕はいいと思ってますし、特にやっぱりそうやってお金を使うで、ワクワクしたことにどんどんお金を使っていくとですね、どん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 増えていくわけですよ。だから僕はこの独立してからですね、お金ない時期ありましたけども、一貫してワクワクにしかお金を使っていません。貯金ないんですよ。
時にはカードで、借金したことは、ね、ありますよ。それでもですね、自分はワクワクすることしかしないわけですよ。今回のカンボジアの音楽支援、めちゃめちゃワクワクします。もちろんベトナムからですね、先月行ったインドネシアも、その前のインドもですね、その前のアメリカもですね、それぞれいろんな音楽事業もやってますし、新しい会社も作っていきたいと思いますし、新しいセミナー事業もね、やっていきたいと思ってます。これなぜしてるかというと、別に生活のためとかですね、なんか贅沢したいためとかですね、不安を解消するためじゃないんですよ。ワクワクするからやってるわけですね。僕はその独立した時にですね、スピリチュアルなことをね、教えてくれた方が言ってました。ワクワクしていると人生がうまくいくんだと。でこれはまあバシャールっていう宇宙人が言ってるって話をね、聞いたわけですけども、大切なのは、生きていく上で大切なのはワクワクなんだということですね。へえと思いましたけども、これもう実感として僕はもう本当に言えますね。ワクワクしてるかってどうかっていうことですよ。だからもう勝手にね、欠乏感というね、幻想を作り出すのをやめましょう。もう自虐ですかと俺もう一回言いたいですね。自虐ですかと。そんなことやったらお金増えませんよ。仮に頑張って頑張ってお金が入ってきたところでですね、出ていくばっかりですよ。で楽しいことに全然使えないわけですよ。どうせね、俺たち死ぬんだし、本当いい意味でね、どうせあの世に行くわけだから、まだ体がある、今ですよ、今やりたいことをやった方がいいなぁと俺は思うし、どうせ1年後も2年後も10年後もですね、ワクワクを追い求めていると良くなっていくわけですよ。人生右肩上がりにどんどん良くなっていくわけですよ。ぜひですね、まあそういうフェーズにですね、共に入っていきたい、共にですね、歩んで走り込んでいきたいという方はですね、チャンネル登録と高評価の方もお忘れなくよろしくお願いいたします。ワクワクした状態を求めているとですね、お金は増えます。はい、断言します。これからまたワクワクするところに行っていきたいと思います。ありがとうございました。